初代人担当。人担当は、かつて、東京の浅草に所在した人担の広告塔である。津村順天堂は1893年に、婦人薬、中条油の発売を開始。本社社屋にガスイルミネーションを設けるなどの広告展開を行った。その一環として、両運隠す場の活動写真館、先祖館の屋上に看板を設けた。 1905年に森下南洋堂が人丹を発売すると、中条湯に代わり専属館の屋上に看板を掲出した。これが人丹と両運閣との関わりの始まりである。他にも新聞広告や薬店の突き出し看板、京都市内の町名表示板などに広告を展開し、薬局やサイレ地などには人丹遊園と呼ばれる自動販売機が設置された。これは、 登場の外観を持ち、大金を投入すると取り出し口から、人丹や浅草観音のおみくじが出てくるとともに、覗き穴から美人画などの立体映像を見られるものであった。1907年に大阪駅前に大型広告看板を設置したのを、川切りに東京の神田、上野にも広告塔を設置していった。浅草に人丹塔が建ったのは昭和に入ってからで、 関東大震災で、両運閣が倒壊してから9年後の1932年に、国際通りと雷門通りとの交差点近くの西浅草一丁目の柿料理店などが入る4階建てのビルの屋上に、四角柱型の広告塔が設置された。上半分には、大礼服マーク、下半分には、赤、小粒、石鹸、体温計などの商品名が表示された。 この人丹塔は第二次世界大戦のための金属回収により解体された。1954年に再建された人丹塔は両運閣を模したもので、側面に東京名物浅草十二海人丹広告塔と記された。高さは約45メートルで、電飾はロゴや塔の外縁だけでなく窓にも施されたが、この窓は描かれたものであり。 実際には開かなかった。内部には電気配線や点検用の螺旋階段があるが、観光客が登ることはできなかった。1986年6月に解体された後も、人炭の看板が残っていたが、これも2000年に撤去され、現在は土台となったビルの壁面に、プレートが残るのみである。浅草の人炭島より、以前の1907年に、大阪、梅田、 その翌年には東京の神田、1922年には上野に大型広告塔を設置している。1963年に渋谷に完成した東京渋谷人館ビルは建物全体がネオン塔と呼べるものであった。なお、渋谷の人館ビル跡には2015年に特進会クオーツタワーが完成している。ありがとうございます。